途中でチーズリゾットが美味しいみたいな話があってなんかそうですね、ありましたよね。麻雀遊戯王、皆さんこんにちは。麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは。麻雀で積もられた後にですね、他の牌にこう考えて乗せられた時にですね、うん、あ、俺重くないかなって乙女みたいなことを考えてます、イーピンくんです。お願いします。重さは一定ですからね。そうなんです。だけど、うん、あ、なんかちょっと気使っちゃうなって思っちゃう、ドキドキってドキドキしちゃう、下が良かったなって。そんな乙女心もちょっと兼ね備えてるっていうことを今日は言いたかったっていう、なるほど、トークです。はい、うん、普通の麻雀牌と自動卓の麻雀牌って重さ違うんですよね。あ、そう、実は違う。渚さん豆知識。そう、ま、あ、豆知識だ。豆知識です。なんか中に磁石が入ってるから、はい、普通にジャラジャラする麻雀卓の麻雀牌はちょっと軽いんですけど、自動卓専用の麻雀牌はちょっと重い。そうなんですね。うん、まずい。ここでいい話をされると企画がもう終わる。それでは一品くん、今日のテーマをお願いします。はい。今日はインターナショナルに対応した企画をやっていこうと思います。はい。題して、麻雀外国語講座。はい。今ですね、インターナショナルの世の中でございますから、うん、麻雀もよりグローバルに対応していかないといけません。はい。もしですね、雀荘に麻雀打ちに行った時に相手が海外の方だったら日本が通じないということでですね、テンパってしまいます。うん、そういう時のために、ね、海外の言葉を覚えて、いついかなる時でも麻雀ができるようにしましょう。はい、はい、ということで今日覚える言葉はですね、前回もやりましたがスウェーデン語になります。スウェーデン語、はい、うん、北欧を攻めていく。そうです、麻雀遊戯を北欧を攻めていきます。うん、もう世界地図でどんどん赤くしていきましょう。そうですね、なんか やった言葉みたいな感じでこう、はい、どんどん見ていきましょうね。こことここはやったよみたいにしていきましょう。はい、うん、はい、ということでですね、スウェーデンの方と麻雀を打っても大丈夫なように覚える今日の言葉はこちらです。はい、セイポンオクツイチズリットチッマンカンホーラデッドデングリ。やっぱおしゃれなんだよな。おしゃれですね、スウェーデン語おしゃれですよね。おしゃれですね、うん、さあもう一度いきましょう。はい、セイポンオクツイチズリットサップマンカンホーラデッドデングリ。はい、なんだろう。さあこちらですね、どういう意味かと言いますと、はい、ポンやチーははっきり聞こえるように発声してください。うおー、どこだそれ。さあ探してみましょう。ポンチーがどっかにあるはずです。はい、ポンチーがどっかにある。ポンチーはね、ありますね。うん、はい、あれセイポンって言ってるから、はい、これはポンって言えってこと。そうですね、このポンと、うん、おそらく最初の、セイっていうところはおそらく言ってくださいだと思います。うん、ね、はい、なんかそんな感じしますよね。はい、でもなんか途中でチーズリゾットが美味しいみたいな話があったんですよね。ありましたよね。ありました、ありました。うん、なんかチーズリゾットがなんとかかんとかっていう、ね、言ってたよね。はいはい、引き続きレストランのメニューみたいなのがありますけど、なんかちょっとね、そのレストランっぽいんですよ。はい、違うんですよ、うん、違うんですよ。チーズリゾットも入ってないですし、マンガン全席も入ってないです。入ってない。はい、はい、まあ、確かにそれも言ってた。食べ物は一切入ってないです。ポンやチーははっきり聞こえるように発声してくださいっていう意味ですね。うん、はい、いや、このチーズリゾットがチーなのでは。はい、あチーズリゾット聞いた。すごいですね。なんかわかんないですけど、多分日本で聞いたことない文章ですよね。このチーズリゾットがチーなのではって。多分ですけど、このチズリとか、もしくはその前の奥チーのチーかどっちかかなと思います。そうですよね。はい、なんでなんでしょうね、教えている言葉なのに推測を始めてしまってるんですけど、もしですね、ジャンソーに行って、はい、相手がスウェーデンの方ですね、うん、その時に勝って、牌をね、泣いた時にですね、うん、なんて言ってるか分かんないぞと、うん、はい、言っている時にこれを言わないと、うん、あ、そうなのかと、スウェーデンの方気づいてくれないですから、うん、なるほど、はい、ちゃんとポンとチーってスウェーデンの方に言ってもらうようにこれをちゃんと言いましょうということです。うん、はい、はい、では復唱しましょう。はい、セイポンオクツイチズリッツサットマンカンホーラデッドデングリッツ。セイポンオクツイチズリッツサットマンカンホーラデッドデングリト。はい、デングリトってしっかりしっかり言ってもらいましたけど、ちゃんとですね、動画の最後に正しい発音が流れますので、はい、イビメンの渚さんの発音は、一旦無視をしましょう。はい、でもこれでスウェーデンの方と麻雀をしても大丈夫。うん、
ということです。はい、引き続きスウェーデンの言葉を見つけたらやっていきますのでよろしくお願いいたします。ということで今日はここまで。またね。Säg pong och tji tydligt så att man kan höra det ordentligt. Säg pong och tji tydligt så att man kan höra det ordentligt.